わっさー、え、さあ、遊っちゃった。せーの、え、こう、こう、お前どうやったら探知やるの、こう、あ、せーの、うわっさー、遊っちゃった。はい、どうもね、始まりましたよ、今日の企画。今日の企画、何ですか、山本氏。坂田、ザーボンになる。誰が笑った時ザーボンや。顔のこの輪郭ちょっと似てる。はい、じゃあ今日は坂田のザーボンになるっていう動画でよろしくお願いします。お願いします。よし、はい、ということでね、よかったね。最近のちょっと僕の心境を言いましょうかね。とうとう我が恩師である翔さんがいなくなりました。おらなくなっちゃったね。いや、ほんまになんかいつもこう2畳遊びに来てね、こう翔さんのあの声が聞こえるからやっぱりこうちょっと和んでたところはあったんですけどね。あ、でもまあ部分とかにはね、あの僕普段も花園なんで、花園にはもううちの上手っていう子がいるんですけどね、ここにこうポンって出てくるんです。デッキブラシみたいな頭した写真の。デッキブラシの時の頭の上手に探すんですね。ホットペッパーのやつ、それデッキブラシ。うん、お笑い好きです、全ての方を笑わせます、デッキブラシみたいな頭したって取り直しは言っていますね。いや、あの取り直してあんねん、あんねんけど、ずっとあの頭で変えへん。だからインスタのプロフィールはちゃんと紙で取り直したやつしてんねん。でもホットペッパーのやつはずっとデッキブラシ、デッキブラシ。そうだから多分あれ、多分自分の中でおもろいと思ってんねん、多分紙では。そういうこと、そういうこと。やし、笑わせますって、そう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 、まず一分初見でデッキブラシかってこう突っ込ませて笑いを取るっていう多分作戦だと思うよ。別のもんね。うん、そんなに思うね。でも今日なんか、昨日あのサイグっていう子がうちの店舗でカットしてて、それのモデルさんが来てくれたんで、めっちゃゲラな声、何を言ってもこう多分笑ってくれる、すごい優しい方で、俺のクオリティでも全然笑ってくれてたから、そうだよ、めっちゃ幸せだったもん。こんな気持ちいい笑いがあるって思いながら、笑い芸人になろうかなと思ったけど。坂田さんもダイエットしたいんですか。僕ですか、うん、最近ちょっと休会してて、ゴールドジム休会してて、結構こう無駄に全然一切行ってないけど1ヶ月に1万円払ってた時期があって、それがあってからなんかこうちょっと怖くなってしまって、ゴールドジムに行くのが怖くなってしまって、そのままこう休会してしまって、まあでもまあまあなんかちょっと最近ミッションインポッシブルのイーサンハントの高層ビルからこうあるなの登るシーンのなんかある映画、フォールアウトの前の作品かなの時のサムネイルを見てね。あれサムネイルっていう、サムネイルじゃないんかな、わからないけど、なんか、まあ、ジャケットかな。でなんかアマゾンプライムですごいこう胸筋がこうグッてこう筋入ってる状態で紐持ってて、こうゴーグルして多分上空から飛び降りるシーンなんかあるな。そう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 、そのシーンがめっちゃかっこよく見えて、あ、俺もこうなろうかなと思って、そろそろ筋トレ始まる。こうなろうかなと思う、なろうと思って、なでるやつちゃうから、俺は。いや、マジででもかっけえなと思う。毎回それ言うんですよね。なんか、去年はマイティーソーに憧れて、一回頑張ったけど、全然ダメだったし、今年はイーサンハントかなっていう。今年はトム・クルーズになる。今年はトム・クルーズ。来年あたりは多分ジャック・スパローぐらい。なかった、2020年トム・クルーズになる。今はザーボン。今はザーボン。スタートザーボン。クソ強すぎやろ。めっちゃマイナスやけど大丈夫。すごい、もう癖強すぎやん。スタートザーボンからトム・クルーズね。いいやん。いいんちゃう、なれるかも。いやでもいいと思う、俺好き。去年は結構こう急激にというかこう一気に10キロ減らして限界というかこう本当に死ぬ瀬戸際ぐらいまでこう絞ったから、なんかあれがあったからもうなんか食べることが幸せになってしまって、徐々に戻ったらいいのに継続しながら飲むのが簡単に、そう継続力なかったっちゅうやつ、ポーンって戻ったら。まあでもなんか何かしら今年はやらなあかんやっていうな。いや僕もマジやばいなと思ってた。前で俺のお客さんにいるぞ、なんかレビュー見て、え、この人あんなお腹出ましたっけ。はいはい、わったというわけで、はい、パーマ当ておりました。スパイラルといわゆる今流行ってる変形ミックスってやつですね。変形ミックススパイラル。そうやね。いや、エモい。なんかね、ザーボン目指してたのに博士太郎になってしまった。誰がじゃっつってな。博士太郎やん。誰がや、誰がもう博士で、バイオリン弾いてたよ。まずタピオカ1個分。タピオカにそんなでかないや。普通何ですか。ファイバー2、ファイバー、ファイバー、タピオカ1個分にミルク2、プッシュ3、プッシュタピオカ2個分。次タピオカもう1個分。あ、なるほどね。徐々にこう増やしていくパティン。一つちょっとポイントある、自分でやってる時。痛そうな。こうパーマ感ちょっとこうぐるぐるってこうなってるから、そこのところこうガーってこう指の手ぐしをちょっとしっかりする。手ぐしをしっかりしないとこうちょっとパーマ感があんまり、そんな興奮して言うほどのあれじゃないよ。いや手ぐし結構こう面倒くさがる人多いやん。手ぐしなんかこうまあこれでいっかってなっちゃうけど、意外とこうちゃんとしっかりしてあげた方がパーマ感綺麗に出るから。じゃーん。いや、えぐいなおい。どうどう、これ家にしようかな。僕いろんな髪型してきました。坊主に近いぐらい短くしたり、なんかこうパッツンにしてみたりね、前髪下ろしたりね。今が一番旬。
シュンって言いたいだけだお前、はい、シュンって言いたいだけだお前ということでね、今日の動画は坂田ザーボンになるでした。どうですかね、ザーボンに行きます。完璧やね、ザーボン。完璧ザーボンやね。誰がこう笑った時ザーボン。